フレールスバッハタールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州マインキンツヒ、軍南東部の町村である。この町は、シュペッサルト山地の中に位置し、バイエルン州と境を接している。町域内に、ビースビュット湿地、ビースビュット税、ベラースベルク、ベルクフェルトがある。フレールスバッハ高地は、フレールスバッハタールから、ビーバーゲミュンタ方面へ走る、連邦道。 B276 号線の北東に位置し、ここからは、マイン側から、シュペッサルト山地までを望むことができる。フレールスバッハタールは、北はビーバーゲミュント及びオスグルント、東は市町村に属さない地区である、フォルストアウラ及び、マチソンのフェレン。南は、市町村に属さないルッパーツヒュッテンの森及び、フランマースバッハの森。 西はやはり市町村に属さないシェルクリッペンの森と境を接する。フレールスバッハタールの町議会は15議席からなるフレールスバッハ地区とケンプフェンブルーン地区を連邦道 B276 号線が南北に通っている。この道路は南はロールアムマイン方面、北はビーバーゲメントを通ってアウトバーン A66 号線に至る。ありがとうございます。